札幌の桜の名所環地土木研究所では、千島桜が見ごろを迎え、今日から一般公開が始まりました。札幌市豊平区の環地土木研究所では、およそ170本の千島桜が見ごろを迎え、朝から家族連れなどでにぎわっています。千島桜は咲き始めの淡いピンク色から満開に近づくにつれ白っぽく色が変わります。 例年はゴールデンウィークに見ごろを迎えますが、今年は1週間ほど早い開花です。一般公開は30日ままで行われます。